マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット中であっても、おやつ食べたいなって思ったりしませんか？私も一緒です。私だっておやつ食べるんですよ。ただ、痩せるおやつを選んでいます。そこでこの動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも安心してね、楽しく美味しく食べながら痩せるおやつがわかるんです。もしあなたがダイエット中でもやっぱりおやつ食べたいなって思った時にね、どんなものを食べたらいいのってお困りであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエット中におすすめの痩せるおやつということで、トップ3ランキング形式でお伝えしていきます。では話の流れはこちらです。1つ目、なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうか。2つ目、おすすめのおやつトップ3ということで、今回はカルディさんで選んできました。では1つ目の項目です。なぜ今からお伝えするおやつがダイエット向きなのかっていう、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。それはそのおやつを作る時の原材料がとっても重要だからなんですね。どんなものがいいかというと、こちら、人工甘味料が使っていないものを選ぶです。この人工甘味料っていうのは、よくパッケージを見るとカロリーオフとかカロリーゼロとかね、糖質オフとか、まあ、そういった表示があるのにもかかわらず、ものすごく甘いお菓子なんです。よくダイエッターの方が陥ってしまう罠なんですけども、やっぱりね、ダイエット中ってカロリー気にしますよね。もちろん大事です。使うカロリーよりも入れる方が多いと太るわけですよ。その差分太るわけです。もうそれは分かってます。なので絶対ね、カロリーを低めのをわざわざ選んで買ってらっしゃると思うんですよ。ただしそれがもしこの人工甘味料であれば、とっても危険です。なぜかというと、まあ、甘いのにカロリーがないっていうことはですね、ますます甘いものが食べたくなってしまう、その脳の指令をね、受けてしまったりとか、また味覚異常になってしまって、あなたはますますね、甘いものがやめられない、止まらないって、その悪いね、負のスパイラルをどんどんね、引きずり込まれていくわけですよね。で結果やっぱり太っちゃう、食べ過ぎちゃう、やめられないっていう、そういった状態を断ち切るためにも、こういった人工甘味料は取るのをやめましょう。なぜかというと中毒性がありますし、そもそもね、内臓にも負担かけますから、内臓が弱ってしまうと代謝が落ちてしまうんですよ。運動するよりも内臓の代謝の方が高いわけですから、いかに内臓をね、優しくいたわってあげれるかどうかっていうのも、とってもダイエットにとっては大切なポイントになってくるんです。ではここから少し踏み込んで、一体その人工甘味料ってどんなものっていうことでね、ご準備しています。まずはこの5つ覚えてくださいね。アスパルテーム、アセセルファム系、スクラルオス、ネオテーム、サッカリン、こういったものが入っているのは極力というよりは、もう今すぐにやめていただきたいなと思います。ではここから2つ目の項目です。ダイエットにおすすめの痩せるおやつトップ3ということで、今回カルディさんで選んできました。まず第3位からお伝えしていきます。こちらです。はい、見えますか。こちらですね、ダークチョコレートプロテインになります。ここに文字が書いてあるんですけれども、なんて書いてあるかというと、グルテンフリー、砂糖を不使用、合成甘味料を不使用、プロテイン入り、食物繊維入りということで、すごくヘルシーなチョコレート見つけちゃったんですよ。でこれね、1本あたりが 27g ありまして、こちらカカオ成分が 51% 以上ですよ。やっぱりダークチョコなので、でプラスシリアル&アーモンドが入ってます。エネルギーは1本あたり 136kcal、そして脂質が 9.2g で、これがね、いいのはタンパク質がなんと7.8g も取れてしまうという、おやつを食べながらにして普段不足しがちなタンパク質、そして食物繊維もね、なんとね 3.2g 取れちゃうっていう、すごいチョコレート見つけたんです。でこのチョコレートですね、実は日本のものではなくって、ここです、そうそう、ポルトガルから来たチョコレート。でこちらですね、すごいですよ。1932年創業のポルトガルのチョコレートの老舗のインペリアル社が作ったプロテインと食物繊維入りのダークチョコレートですって。しかも砂糖不使用、人工甘味料不使用で、グルテンフリー、
デザートに、運動後の栄養補給にお召し上がりくださいということで、もう安心ですよね。ただね、やっぱりちょっとその、99% のカカオチョコレートと違って、やはりね、カカオ成分は少ないんですが、原材料名の一番最初にもカカオマスってなってますが、やっぱりね、あのダークチョコレート系ですね、大体まあカカオ 50% みたいなチョコレートと、まあ似たような状態になってると思います。でどうしてもね、あの人工甘味料ではないんですが、甘味料と乳化剤はね、香料ちょっとこの辺りは添加物ね若干入ってますが、添加物たっぷりの普通のね、スーパーのチョコレートを召し上がるぐらいだったら、もう絶対こちらの方がおすすめということで、比べたらこちらがおすすめですよということで今回選びました。だってね、時々チョコレートだって食べたくないですか、ダイエット中ね。そんな時にね、やっぱりこの、急に1本全部食べると多いから、2、3回に分けてちょっと一口欲しいなっていう時はね、おすすめですので、ぜひ召し上がってみてください。では開けてみたいと思います。お待ちくださいね。なんかね、やっぱりダークチョコだなっていう香りがしますね。カカオの香りがすごく素敵。ちょっと出してみます。ピッ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 。バーなんですけど、一つ一つここがこうパキッと折れるようにですねなってます。ちょっと割ってみますね。よいしょ。一つ割るとこれぐらいの大きさなので、もう1日1粒2粒ぐらいでいいかなと思います。ではいただきます。甘さ控えめですが甘い。ちょっと待ってくださいね。よく噛まないと飲み込めない人なんです。はい、お待たせしました。かなりね、食べ応えがあるんですよ。なぜかというと、あのシリアルとね、アーモンドが入ってるから、よくね噛みます。すぐこう溶けないですし、いつまでもあの口の中にいてくれるから、すごくね満足度アップですね。しかもダークなんだけど、ほんのり甘い、苦くはないです。甘って感じもないけど、すごくね食べやすいし、もう十分これぐらいの甘さがあると、あ、チョコ食べたっていうね気分になれると思いますよ。すごく美味しいです。ぜひ見つけて購入してみて、食べてみてくださいね。では第2位のおやつはこちらです。さあ、これもカルディさんで見つけて感動したんですが、すごいですよ。品種シルクスイート、茨城県産の皮付きの干し芋です。これね、皮もお召し上がりくださいということで、皮付きの干し芋は食物繊維、ポリフェノールを含んでいます。無添加、無着色、保存料不使用と書いてあるんですよね。で、裏を見るとですね、あの生産者代表って書いてあるの、素敵な、なんか優しそうなあのおじさまがね乗っておりますけれども、この干し芋とはということで、すごくね、これ実はあのデートから氷結店までですね、なんかすごいね、要はあのじっくりと熟成しているからこそ、より甘くしっとりした食感に仕上げた干し芋なんですよということで、表面にちょっと白いね粉が吹き出てるんですが、これはですね、その麦芽糖が表面出てるから食べ頃のサインだからね、別にカビとかじゃなくてね、安心して召し上がってくださいということで書いてます。で、こちらですね、 100g あたりエネルギーが 279kcal で、タンパク質も 3.0 で、食物繊維がなんと 6.3g 取れちゃうといういいですね。私もね、さつまいも大好きなんですが、皆さんもいかがですか？だんだんね、こう寒くなってくると、こう焼き芋とか出てくると思うんですけど、私別動画でね、あのさつまいもの、ちょっと開けてますね、さつまいもダイエットという動画も出してますが、あのこういったお芋系はですね、一回温めてしまうと太るんですよ。太る成分が増えるので、簡単に言うと、冷ましたさつまいもの方が痩せます。
でしかもねお腹すいて食物繊維栄養もたっぷり含んでますし、これ無添加なので結構ね 3、4枚、まあ大きさグラムにもよると思うんですが、私が選んだのは 3、4 枚入ってて、あと一番小さいの出してみました。いや美味しそう。ちょっといただきます。白い粉もね適当に見えますか、適当に出てて食べ頃ですよ。ではいただきます。時間かかってごめんなさいね。もうね柔らかいんですよ。ふとこうゆーってちぎるようなね硬い干し芋もあると思うんですけど、すごく柔らかいし、噛めば噛むほど甘みも出て、しかもねもう一旦冷えてる芋ですからね痩せやすいので、ぜひね、あなんかねちょっと食べたいっていう時はもうこれ完全無添加ですよ。茨城県産のさつまいもの、なんとねシルクスイートというのが一番おいしい甘いさつまいもを使ってくださってますから、ぜひねお芋食べたいなって時は、まあ焼き芋もねおいしいんだけれども、焼き芋はほかほかで太りますから、ぜひこうやって干し芋を代わりとして召し上がるのもいいと思いますよ。では堂々の第1位はこちらです。じゃん、はい、こちらですね、オーガニックのフィックスイチジクになります。これはねトルコから来てまして、有機の乾燥の、まあ、イチジク、まあ、ドライフルーツになります。で結構これね大袋だからどんなかなと思ったら、なんとですね5つパックということで、ちょっと開けてみたいと思います。やっぱりですねドライフルーツっていうのは一番その干されたもの、まあ、干し野菜とかもそうですよね、やはりですね栄養価が高くなるんですよ。なのでコスパがいいわけです。同じように食べてもねやっぱり栄養価がギュッとそれだけ詰まってアップしますから、すごくいいんですよ。そして開けてみますと、なんとなんとこんな可愛い小袋になっているのが5パック入っています。でね大事なのはやっぱりねオーガニック栽培ということです。有機栽培、無農薬でね安心安全のもので、これまたパッケージもすごく可愛いんですよね。おしゃれでなんかプレゼントしてもいいぐらいなものだと思うんですよ、うん、でこちらですね1袋あたり 50g 入ってるんですけども、エネルギーが 121kcal でタンパク質も取れちゃいます 1.6g で、嬉しいのがね食物繊維がなんとね 4.8g も取れますから、ちょっと便秘だなとかね、ちょっと寒くなってきて水分不足でなんかこうなかなかお通じがという方は、ぜひこういったのを一緒に飲み物と一緒にね召し上がってください。では開けてみましょう。どうかな、あ、大きいですね粒が。私以前カルディさんで見つけた同じくこの、まあ、ドライフルーツのねイチジクあったんですけど、それはね半分カットしてあって結構ね硬かったんですよ。なのでちょっと欲しいなっていう時はねいいと思うんですが、結構ねまあ、お食事代わりといってはなんてこういった形でねめちゃくちゃ一粒大きいカットなしで、しかもねプルーンみたいに柔らかいんですよ。よくねドライチリコって硬いじゃないですか、うん、でもこれはねソフトタイプでは。いただきます。今まで人生いろんなドライフルーツ食べてきましたけど、イチジクのねもうこんなに柔らかくって甘いドライフルーツないですね。めっちゃ美味しいです。でこれちょっと英語でね書いてあるんですけども、グルテンフリーとか濃酒が砂糖不使用とかねすごくいいんですよっていうことで書いてあるんですけれど、ほんとねもう天然の甘みでこんなに甘くってソフトで柔らかいのかっていうぐらい、このドライフルーツですね、しかもオーガニックのイチジク、これぜひね一粒でも十分満たされます。なんか甘いものが欲しいと思ったらチョコレートとかね飴とか
ケーキとかに手を出す代わりにこのイチジク一粒食べてください。もう十分満たされます。それぐらい美味しいですし、何よりも体にとってすごく安心安全のオーガニックのイチジクなので、ぜひ召し上がってみてくださいね。ではここから痩せるおやつの食べ方ポイントについてお伝えしていきます。3つあります。1つ目、食事の一部としても食べてしまうです。間食が一番太るですよね。なので食事と食事に今のお正月おやつを食べるというよりは、もう一度に食事の時間の時にもう食べてしまう、これがポイントになります。そうすることでデブホルモンを出す回数を減らせる、ことができます。そして2つ目、飲み物と一緒にです。どうしてもねおやつだけにしてしまうと量がね増えちゃうんですよ。そこでしっかりとね温かい飲み物、白湯だったりとかリンゴ酢ドリンクとかノンカフェインのお茶とか、そういったのをしっかりね水分をたっぷり取ることで満たされますし、お腹もすっきりデトックスできますから、ぜひね飲み物と一緒に召し上がってください。そして最後3つ目、お皿に移して量を吐く。これすごい大事ですよね。どうしてもね袋ごと持って食べちゃうと、あなんか全部食べちゃったとかないですか、止まらなくって。やっぱりね今ご紹介した3つのおやつどれもめちゃくちゃ美味しいんですよ。だからついついねやばい食べちゃったってならないためにも、食事の一部としてこういったお皿にもねおかずみたいな感じで小鉢にね入れていただいてね、お食事の一部として召し上がっていただくと食べ過ぎ防止にもなりますし、またね我慢我慢でストレスためるよりはダイエット向けのおやつをね上手にバランスよく召し上がる方がかえってね結果出やすいですから、ぜひね参考にしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回のお話のまとめは、人工甘味料を使っていないダイエット向きの食材を使っているおやつでしたね。ぜひお近くにカルリーさんありましたら、もしくは似たようなね原材料のやつがありましたら手に取って選んでみてくださいね。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。